はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はですね、引き続き、ちょっとね、まあ語るんですけども、王将事件の解説っていうのをね、ちょっとまあ話してみようと思うんですよね。まあ餃子の王将ですよ。ねえ、僕餃子の王将はね、非常に馴染みがあるんですよね。親しみがあります。なんでかっていうと、学校がね、早稲田高田馬場界隈にありましたから。で、まあ、高校時代に、その高田馬場の駅前とか、地下鉄の早稲田駅前でね、当時、その餃子のね、餃子のただ券っていうのをね、もういつでも配ってたんですよ。確かね、餃子を2枚。2人前ね。1皿6個入っていて、で2皿、ただで食べれるっていうんですよね。当時そんなに大した額じゃなかったけど、僕の学生にとってはね、餃子2枚食べれるっていうのは非常に有意義なんですよ。で、まあ本当にただで食べるわけにはいきませんから、ご飯だけ頼むんですよね。その餃子2枚はただ券で、だからご飯のお金だけでいいんですよ。本当にこんなんでいいのかなと思ってね。だからご飯で本当にご飯代だけ。100数十円なのかな ?200 円なのかな。ご飯と餃子が2皿出てきて。で、まあ結構腹いっぱいになるんですよ。で、クラブが終わった後とかね。非常に助かりましたよ。で、大学生の時にね、みんなで飲み屋に行こうって話になって、で、その時にみんながお金がないから、餃子の王将で少し食べて腹ごしらえしてから行こうよ。そしたら飲み屋でそんなに頼まなくていいんじゃないかっていう話になって、みんなで餃子の王将で餃子を食べてね、何か腹に入れて、で、その後飲み屋に入ったんです。で、その時にね、ビールをね、頼んでね、乾杯って言ってビール飲んだらね、みんなね、いやーこれはするもんじゃないと思ってね、もう腹に半分ぐらい入っちゃってますから、ビールがね、もうすきっぱののビールが美味しくない、すきっぱのビールじゃないんですよ。ねえ、僕男性合唱団にいましたから、思いっきりね、声出して歌を歌って、飲むとね、本当にビール美味しいんです。一生懸命声出した後にね、ビール飲むとね、でもそれがね、台無しになってね、もうやめようっていう話になったことがあるんですけども、まあ、その王将のね、社長さん、大東さんという方が、拳銃で射殺されて、で、朝、早朝ね、誰よりも早く出社して、まあ、掃除をしてから仕事に入る。で、それを、もう何日も前から知っていてね、またその大東さんという方をまあ射殺したという事件ですけど、ただ僕はね、なんでその大東社長さんが殺されたのかっていうことだけは誰も触れないっていうことにずっと疑問だったんですよね。何の脈絡もなく殺されるってことはね、僕はないと思うんですよ。無差別テロじゃない限りね、必ずその何かその取引所のトラブルがあったとかね、取引所にね、上を恨まれていたとか、何かそういうものがねなければこんな目に遭わないと思う。だけどそのことを言う、匂わせる報道っていうのは全くない。不思議に思ってたんですけどね。ただまああったんだっていうね、実は、まあ、不明朗なね、まあお金がある会社に渡っていた、しかもそれが、まあ、260億円渡っていたっていうわけですよ。でそれはまあ大東社長さんがね、まあ、こういう不明朗なお金が右から左に流れていると、でこれを断ち切りたいと思ったっていうことなんだろうと思うんですけどね。
まあでもその前にね、僕あの王将のがね、その高校生の時にタダ券配ってて、大学生の時にもタダ券配ってて、本当にお世話になったんですよ。で、その時にはね、あのご飯代しか払ってないんです。で、多分その券を配りまくったのが、だん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 その券をもらってね、タダで餃子食ってた人がだんだんとその社会に出て仕事を得てお金を稼げるようになって、王将に行くようになる。で、王将のファンになる。そういうことがね、うまく回ったんだと思うんですよね。当時、その僕が学生の時には東京進出してまだまかないんだと思うんですよ。知名度がないからとにかく配りまくれって言ってね、配ったんだと思うんですよね。で、そしてファンを増やしてお店に来てもらうと。で、そしてその人たちがもっと社会的にね、地位を得たりした時に、また食べに来てもらう。家族で食べに来てもらう。一緒に働いている仲間と食べに来てもらう。で、そうすれば絶えずお客さん来る。で、それがまあうまく軌道に乗ったんでしょうね。で、そしてその日本はね、その後から僕は大学卒業する頃にバブルが崩壊しましたから、バブル崩壊で日本が不景気になって、どんどん銀行も潰れていってね。で、そうすると安くて美味しい王将がね、注目されるわけですよね。で、王将に行く。で、王将でいっぱい飲んで帰っていく。で、また日本が良くなってきたかなと思うとリーマンショックが起きて、民主党政権になって株価がどんどん暴落する。円高になってどんどん不況になっていく。そんなことがあってね。で、また震災が起きて、それでまた日本は、いろんな意味で、どんどん落ちていくっていうのかな。下り坂になる。おと安くてうまい王将っていうのはね、これ時流に乗ったっていうことなんでしょうね。でもね、僕もね、こうやって自分でビジネスをやって、学習塾なり、国語の専門塾なり、こうやって YouTube をやってね、そうやって自分で、ビジネスを立ち上げて、自分でやっているとわかることなんだけど、そのね、自分がやってきたことが、ちょうどね、時代の流れに乗って、軌道に乗る。で、やってきたことが、種がね、芽が出て葉が出てやがて、つぼみができて花が咲くっていう時が来ることがあるわけですよ。ね、ちょうど、人が育ってスタッフが育ってっていうふうになってくるとね、もうね、儲かってしょうがないっていう状態になる時がねあってね、しかもそれがうまい具合にね、何年も何年も続く。で、多少の、ピンチがあってもね、乗り越えていく。そういうことをやっていくうちにね、非常に潤沢に、お金が回っていくというふうにね、なる時があるんですよね。で、それが非常にいろいろ続いていくとね、大変なんだけど、自分で事業をやる、自分でビジネスをやるっていうのは本当に大変なんだけど、金銭的には非常に豊かになるっていう時があるんですよね。でもそういう時にね、ほんの少しの油断でね、ほころびができて、何か変な雰囲気になってね、そういうビジネスを食い物にしようとする輩が近寄ってくるんですよね。創業の人は、しっかりしている。だけれども、二代目、三代目になるとね、いい時しか知らないっていう人が二代目、三代目で後を継いだりすると、そこにね、なんか弱さがあるんでしょうね。賭け事に走ったりとかね。あとは女の人に走ったりとかね、いろんなその誘惑がありますよね。
金遣いがおかしいとかね、ほんの少しね、家族や一族に変な性癖のある人間が現れると、そこにねスッと入り込む人間っていうのが必ずいるんですよ。そういう儲かっているところの匂いを嗅ぎ分けてね、そしてしかもその儲かっているところに出る歪みからね、何か変な行動をとっている人間っていうのをね嗅ぎ分けてね近づいてくる。で、そして近づいて揺すったりたかったりうまく入り込んでね、食い物にしようという人間がねうまく入ってくるんでしょうね。で、あっという間に、儲かっても儲かっても揺すり取られる、脅し取られる、上手にかすめ取られていくっていうことがね起きるんですよね。多分そういうことが、裏で行われたんでしょうね。で、これを断ち切ろうと思った時に命を狙われる。だからね、僕はね、自分でずっとやってきましたけどね、そんな中でもね学ぶことってねいっぱいあるんですよね。こういうひどい目にあったとしても学ぶことはあるんです。非常に残念なことですけどね、命まで取られるっていうのはね。で、その中でね大事なことはね、儲かっても儲からなくても淡々と仕事をし続けることができるっていうね、強い精神力をみんなが持たなきゃいけないんですよ。で、そしてね、そのためには家族を大切にする気持ちをね忘れないってことなんですよね。お金にルーズになったり、女性にルーズになったり、賭け事に走ったり、何か金遣いが荒くなったりすると、そこにねほころびが生まれて変な人間に入り込まれるんです。でもそれはね、変な人間に入り込む、その変な人間が悪いっていうこともありますけど、でも入り込まれる人間にまだまだ修行が足りないっていう部分があるんですよね。だから絶えず自分をね淡々と冷静に落ち着いて仕事をし続ける、家族を大切にする、奥さんを大切にする、子供を大切にする、そうしていればね、入り込む隙のないビジネスっていうのを確立できるんじゃないかなって、まあ僕は思ってるわけです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。